はい、皆さんこんにちは、こんばんは。アウレリチャンネルのアウレリです。今日も動画撮っていきましょう。今日の動画のテーマは、陸上競技の花形 4×100m リレーについて、解説していきたいと思います。はい、 4×100m リレー、 4K や 400m リレーとも呼ばれます。文字通り100m を4人でつないでいくリレー種目です。個人種目が大半を占める陸上競技の中では数少ない団体競技であります。第2走者以降はこの図にあるようにリレーゾーン、テイクオーバーゾーンで加速するため、単純に4人の 100m の記録 ×4 よりも速くなる、記録が速くなることが大半です。で、このバトンワークっていうのが非常に重要でして、このバトンワークの優劣で、記録が大きく変わったり、また失格になったりしてしまう非常にシビアな競技でもあります。 4×100m リレー、各走者走順に向いた選手というものが存在します。第1走はスタートダッシュが得意な選手、スタートダッシュから逃げ切りを図るチームなどはここにスタートダッシュが得意な選手を置くことが多いです。あとカーブを曲がるため、コーナリングが上手い選手を置くチームもいます。第2走は直線で速い選手、第1走の終わりのテイクオーバーゾーン 20m から第3走の始まりの 10m テイクオーバーゾーンを走る可能性があるため、最大 130m 走ることが考えられます。そのため直線で速い選手を置くチームが多いです。近年はこの第2走の重要性が高まってます。ここにエースを置いて一気に勝負を仕掛けるチームも多いです。アンカーと比べて、ゴール前でのプレッシャーがないので、ここにエースを起用するチームも多いです。第3走は、カーブを走るのでコーナリングが上手い選手が重宝されます。主に 200m の選手をここで起用するチームが多いです。日本の場合ですと、桐生選手でありますとか、海外だと2008年北京オリンピックはウサイン・ボルト選手が3走で起用されてます。ともにですね、コーナリングがうまい選手で、桐生選手なんかは世界最高の3走、第3走とも呼ばれてます。ここの第3走にエースを持ってきて一気に勝負をかけるチームも存在します。第4走アンカーですね。アンカーは速さ、あと勝負強さが求められます。単純にここにエースを持ってくるチームもありますし、またベテラン選手なんかを起用する選手も、チームも存在します。理由はですね、ゴール前のフィニッシュの、競り合いに強い選手、そういう勝負強さを持った選手を起用することが多いからです。日本でいうと北京オリンピックの朝原選手がそのいい例でとなっております。また、またですね、バトンパスが苦手な選手を第4走に置くことも多いです。理由は2走3走と違って、次に、バトンパスをする必要がないので、もうゴールを駆け抜けるだけですので、バトン受け取ったらもうゴールまで駆け抜けるだけなので、バトンパスが苦手な選手を第4走に置くというチームも存在します。 4×100m リレー、バトンパスが非常に重要になってくると述べました。このバトンパス、主に2種類のやり方があります。1つ目がオーバーハンドパス。学校で行われるリレーはほとんどこれになります。やり方はですね、受け取る側の選手が腕を後方に伸ばして手のひらを上に向けます。
そして渡す側の選手はその手のひらに、押し付けるようにバトンを渡します。これの利点はですね、技術的に難しくないということと、あと距離を稼げるということです。逆に欠点はですね、走るフォームが崩れやすいので、加速がつけづらいということがあります。そしてもう一つがアンダーハンドパス。これはですね、受け取る側の選手は、腰の高さに手を設定します。そして手のひらは下に向けます。そして渡す側の選手はその手のひらにバトンをスッと差し入れるようにパスします。このパスの利点はですね、走るフォームが崩れにくく加速がつきやすいということです。自然なフォームで走れるということです。逆に、欠点はですね、下を向けている手のひらにスッとバトンを差し入れるので技術的に難しいということと、あと選手同士が近づく必要があるので距離が稼げないということと、接触がの恐れがあるということが挙げられます。このアンダーハンドパスは、走力に劣る日本やフランスなどの国が伝統的に採用しています。そして日本がリレー種目で躍進するきっかけとなったのが日本式の改良型アンダーハンドパスを生み出したからです。これはどういうものかというと、受け取る側の選手は後方に腕を伸ばすのですが手のひらは下に向けています。そして、渡す側の選手はその下に向けられた手のひらにスッとバトンを差し入れるようにパスします。これでですね、距離を稼ぐとともに自然なフォームで受け渡しができるので、他の走力が劣る日本が世界陸上やオリンピックでたびたびメダル獲得するきっかけとなった方法です。4×100m リレーにおける日本の成績、日本代表はリレー侍とも呼ばれています。オリンピックと世界陸上における最高成績を今回抜粋しました。オリンピックにおける 4×100m リレー日本の最高成績は2016年リオオリンピックの銀メダルです。タイムは37秒60、これは当時のアジア記録であります。1走山形選手、2走飯塚選手、3走桐生選手、4アンカーはケンブリッジ選手 という陣営布陣になっております。そして世界陸上における最高成績は2019年世界陸上ドーハ大会の銅メダルです。この前の大会17年大会でも日本は銅メダルを獲得しているのですが、ジャマイカのウサイン・ボルト選手がアンカーで足を痛めてしまい、ラッキー的な感じで銅メダルを獲得したので、今回はドーハ大会の銅メダルを最高成績とさせていただきます。タイムは37秒43、これは現在でもアジア記録そして日本記録であります。メンバーはですね、1走多田選手、2走白石キララ選手、3走桐生選手、4走アンカーサニーブラウン選手となっております。この2つのメンバーを見て皆さん気づいてことがあると思うんですけども、日本のメンバー桐生選手以外ガラッと変わっています。それでもこのような成績を残せるのは、日本のチームワークの良さとバトンパスの技術力の高さがあるからです。これはですね、ジャマイカのウサイン・ボルト選手、そしてアメリカのジャスティン・ガトリン選手も似たようなコメントを残しております。日本の強さはチームワークの良さとバトンパスの技術力と2人とも述べています。私個人としても日本のリレーの強さはここにあると思っております。メンバーが変わっても、その代わりに出てくるメンバーが一定水準以上のバトンパスの技術と、あとそれを補うチームワークの良さがあるため、このようにメンバーがガラッと変わっても好成績を残せるというのが日本のリレー侍の真の強さではないかと個人的に考えています。
今回は 4×100m リレーの解説をしていきました。また陸上競技や他のスポーツ解説していきたいと思うので、興味のある方はチャンネル登録と高評価お願いします。今回もご視聴ありがとうございました。失礼いたします。